東京音楽文庫は、紀州徳川家16代当主である、徳川頼貞によって収集された、主に海外の音楽書や楽譜などのコレクション。1918年に、東京イークラで成立以来、様々な変遷を経て、2017年から紀州、徳川家ゆかりの地にある、和歌山県立図書館で公開されている。紀州徳川家15代当主の徳川頼光は、 1902年、東京イークラの庭内に、南青い文庫を設立、1908年より、私立図書館として、一般公開した。蔵書は、徳川家伝来の書及びその後の収集書、合計7万冊であった。1892年に生まれた長子のよりさだは、10代の頃から、ピアノ、火星、大宝を学び、1913年より英国に、留学、 ケンブリッジ大学で音楽学を学ぶ。1914年第一次世界大戦が勃発し、ヨリサダは米国を経由して12月に帰国。父親は南アオイ文庫に行動を計画しており、ヨリサダは音楽堂の建設とパイプオルガンの設置を進める。1918年に南アオイ学堂は開動し、ヨリサダが留学中に購入した楽譜や音楽書は 学童の半地下に廃下された。コレクションの収集と整理は継続していたが、1923年9月の関東大震災で学童は損壊し、使用できなくなった。学童のオルガンは1928年に東京音楽学校へ寄付され、学童も同年引き払われた。父親の南青井文庫は1924年、 東京帝国大学図書館に寄贈されたが、音楽関係蔵書は、よりさだの書館に移し、旧南青井文庫事務所で、南青井学堂図書部として公開された。1925年図書部は、南青音楽事業部と改組され、コレクションは、その付属施設として、南青音楽図書館となった。蔵書は、無料で公開され、レコード視聴室も設けられ、 さらに研究調査のための部署も設置されていた。しかしながら1932年徳川家の財政事情で図書館は閉館、コレクションは慶応義塾図書館に関され、翌1933年から公開された。1945年に入り徳川頼貞は慶応義塾図書館に委託契約の解除を申し出、コレクションは6月に同館から搬出された。 その後、予曲節の末に、コレクションは、実業家、大木久兵衛の所有となり、1967年に、読売新聞社の協力のもとに、南青葵音楽文庫特別公開展が東京と大阪で開催された。大木と読売新聞社は、コレクションの保存公開を目的に1970年在元法人東京音楽文化センターを設立し、公開の準備が整うまで、 東京目黒の日本近代文学館に曲がりすることになった。しかし、東京音楽文化センターは1977年に解散し、2万点を超える蔵書はすべて読売日本公共楽団に移管された。日本近代文学館の時期に作成された貴重資料のマイクロフィルムは、東京音楽大学附属図書館、後に国立音楽大学図書館に帰宅され、 利用に供されていた。2016年になり読売日本交響楽団は、紀州徳川家ゆかりの地である和歌山県と帰宅契約を締結し、翌2017年12月からコレクションは、和歌山県立図書館及び博物館で一般公開されている。また読み教では、コレクションのデジタル化に継続して取り組んでいる。1929年には3万点に及んだ。 コレクションのうち、主なものは次の通り。一世紀にわたる南青四角文庫の変遷は、次の通り。ありがとうございます。